園芸専門看護師のへいようこそ。今回もですね、バラ特集ね。前回石橋文化センター のメインのね広場のバラを紹介したいんですけど、他にもたくさんですねバラのコーナーあります。で今回は大きいバラのね苗の管理の仕方をじっくり見ていきたいと思います。この石橋文化センターですね、ものすごいバラたくさんあってすごい綺麗なんですよ、ね、でバラフェアとか、今はちょっとねコロナウイルスの関係で、あったりなかったりだと思うんですけど、もうバラが咲いた時にはたくさんの人が集まるような場所になってます。で今回は、その別エリアですね。前回の動画とは別エリア、大きい苗がしっかり植えてあるような場所になるので、そちらを見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ではね早速見ていきたいと思います。まずはこちら、はい、バラのトンネルですね。いやーすごいでしょうね、足元からしっかり誘引されてます。こう上に来て、ね、大迫力かーって降りてきます。ぐーっと、ね、大迫力。それ先にね進んでみましょう。ねえもうねどこ見てもバラなんですよ。ほらこんな小さい枝も綺麗に剪定してあるでしょう。ねえ勉強なるな。これ雅というバラが咲くらしいですね。ほら綺麗に剪定してある。こんな風にねバサバサ切っていいならね自分たちにもできそうな気がしますよね。すごいな、めちゃくちゃ綺麗に。でここからですね、もうちょっと見てもらったら分かるんですけど、ずーっと向こうまでフェンス沿いにですねバラが植えてあるんですよ。すみませんね、ちょっとヘリコプターの音がうるさくて。でここのバラのコーナーをじっくり見ていきましょう。ね、ツルバラ、ね、クリムゾングローリーっていうバラですね、はい、ここの、ね、足元から、はい、こう登ってきます。こうね誘引してあります。見てください、この扇形に綺麗にこんな風にですね誘引してあるんですね。ちょっと全体が本当大きいので見にくいですけど、ちょっと見えますかね、見えますか。おお、ほら扇形にね。でこちらにも株があって、あこれよくわかりますね。おお、扇形きれい。もうこれ咲いたらどんなことになるんでしょうね。もう楽しみでしかないんですけど、こういう何もないバラを見に行くってなかなかないですよね。やっぱ咲いてからみんな見に行くじゃないですか。この何もない剪定された枝を見に行く、これがね価値があると思うんですよね。これもぐーっと横に、あーもうすごい、すごいですよ。わこれもねぐーっとぐーっと誘引してあります。非常に勉強になりますねこの映像。このね株なんてめちゃくちゃ太いですよ。これここからぐーっと枝が分かれて扇形にね誘引してあるんですね。
ごいですね、本当に感動でしかない、この株も見てください。これここからこうですよね、これがずっと向こうまでつながってる状態ですね。かと思えばですね、ほらこっちのこっちの方にもねいっぱいあるんですよ。ここからしっかり剪定してあります。もうねカーメン君の言ってた通り、こんなん気がけて見たことなかったですよ本当にね、大迫力映像。ああこの株もすごいですね、これもう枝がタコのようにね、えこっからこううわーっと伸びて、こっちからもこうぐーっと、まるでドラゴン、すごい。フェンスにねずーっと誘引してあるんですけど、すごいなぁ、ほんとそこにもねトンネルがありますね。いやー感動、もうすごいとか感動しか言えないですよ。もうこれに至ってはもうこのトゲ見てくださいねえ、このバラたちねえ、これがね全力で咲き出したらこれすごいことになるの間違いないですよね。あすごいなりました、すごいなりましたよ、見てくださいじゃーん、うわーすごい、これカーメン君が言ってたやつ、あのぐるぐるって巻いていく仕方してたじゃないですか、あれの大きいやつ、大迫力ね、まだまだまだ続いてますよ。これ結構ね大苗のバラがしっかり剪定してありますね。いやー感心ですよ、もうこうやって手入れをしてくださる方がいるからね、美しいバラが咲くんですね。あこれまたダイナミック、ちょっと大きめのね円にしてあってそれをぐるぐる巻いてあります。これも咲いたらどうなるんでしょうね、楽しみになってきたでしょ皆さん、ね、こう咲いた時のね状況も必ずお伝えしますのでね、こちらもほらしっかりしっかり誘引してあります。これなんか綺麗ですね、もうこのまま内輪にできそうな雰囲気もありますよね。いやーすごいなほんと、すごいねえ、やっぱあのカーメン君の動画をね見た後にこれを見てるから、まあ、自分でもなんとかできるんじゃないかなって思いますけど、これを最初から見たらですね絶対自分じゃできんなと思いますよね。こんなもうプロのねやることで素人は絶対できんなみたいな。でもねカーメン君のおかげでね園芸のハードルがぐっと下げてもらったことによってね、いろんな人が園芸を始めるきっかけになったと思います。僕もその一人です、ね、楽しいですよね。この何もない状況からどう変わるのかが楽しみですよね。本当に美しい。
もうバラだらけ、世界中のバラが集まってると言っても過言ではないでしょう、これね。え、本当に楽しみになってきたな。すごいな、本当に。これ大きいな。いやー素晴らしいね。早くね、これ新しい芽が出て、あの花が咲く前の状況もお伝えできればもっと楽しいでしょうね。どうやって新芽が伸びていくのかという状況ですね、動画にできたらいいかなと思ってます。はい、いかがだったですか、ね、すごかったでしょう。こんなねバラの姿なかなか見ることないですよね。まあ、こうやってあの花がない時期の管理、これを勉強するのもね、やっぱ園芸の中では大事になってくるのかなと思います、ね、全部バラです、後ろも。まあ、先日ねあのカーメン君が、動画を上げてもらったあのバラの植え方ですね、それと一緒にね、こういう動画もあの見てもらったら非常に勉強になると思います。まあ、この石橋文化センターに関しての動画をね何本か、上げていきたいと思ってますので、この動画がもしよかったら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、ね、これからあのどんどんバラが咲いてきれいになっていくと思うので、その光景を、随時あの動画にしていきたいと思います、ね、みんなで楽しんでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。